カリオ牧野組合中川利美さん。阿蘇市カリオにて畜産を営み、カリオ牧野組合長を務める。若き日に単身アメリカへ渡り、牧場経営のノウハウを学ぶ。年間を通して牛を草原に放つ周年放牧を始めた一人でもある。農家3代目ぐらいじゃないかな。そんな古い。アメリカは大きいし、畜産ではもう世界で一番って言われとったけ。まあ英語は知らんけどね、アメリカに行きゃどうにかなるわいじゃ。だからその当時、まあ私もそのメンバーの一人ばっていうか、まあ当時はね、寒い冬に放牧してね、牛がかわいそうっていう考え方の人の方が多かったけどね、そうではなかったって。牛の生理として牛は寒さに強い、人間よりも強い。そうね、ある意味では大事件だし、まあ成功したなら俺もやるっていうような見方ね。誰かがやってみないとわからんじゃね。まあ興味は持たれとったよ。で、まあ寒さで死ぬ牛が出るだろうなとかって人ったら、そういう寒さで死んだ牛はいないし、結果的にはもうやった自分たちも、わあこれぐらい元気にしとるならね、まだ何年も前から冬も放牧してよかったんじゃねえかなっていうね。誰もが心配して放牧したけど、結果はものすごく良かった。だからもうそれから一気にバッと広がった。もう今40も50の牧野でも全部放牧するように。これはよか草が立っとる。やっぱり見た目でもわかるんですか、いい草は。もういい草はわかりですよ。これも最高の草や。これいい草が取れとりゃ冬場も牛のね、だけどこれがいい草が取れるか取れんかが周年放牧の一番のあれは、このいい草が取れとりゃいい牛が育つ。人間の目がで見て青くてうまそうなのはちょっと窒素分が多くて美味しくない。牛は食べん。で今度こんな黄、こんな青い草よりもちょっと黄色草の方がね、牛は好きとって。牛はね、一日に草をね、自分の体重の10分の1食べるとって。500キロぐらいの牛は毎日50キロ食べる。この50キロの草の量ってすごいすごいよね。あんたの体重どがしくある。まあ知らないですけどそうですよね、それだけので、草の量ってそんな重くないけん相当の量食べる。そうですよね、だけど今が一番そうの時期が5月の終わりから6月の初めが一番そうで、二番そうが梅雨明けの、まあ、7月の中頃から終わりかな。まあ大体それ2回で、掃除管理のいい人はもう1回10月ぐらいに3回狩りするけど、ここはまあ2回狩りで、これも完全に利用するのは、この今切ってあるところはロールにして、で周りにこう残ってるのは牛を入れてこれも全部食べさせる。だからもう完全に無駄にはしなくて。もう赤牛自体がその草を利用する力が強いし、
今その昔はいっぱい朝にもそういう牛がいて、うん、あの草原も管理牛によって管理されとったのが、だんだん牛が少なくなってね、今山に行ってみれば分かるけど、いろんな外国産の雑草がセイタカアワダチとかそういうのが生えてきて、昔みたいに綺麗な草原じゃなくなってきてるもんね。中川さんの目から見て、うん、ましてそのやっぱり草原の広さよりも牛の数の方が少ないけん、あの牛によっての装置管理ができんようになって、牛の数が減ってきた。もっともっと阿蘇の人たちはね、あのよそにはない草原があるというか、牛は飼えるし飼えばいいのになって思うけどね、まあ、それでも減ってきてるって、なんか残念な気がするし、しかしあのまあ牛がいなくてもやっぱり守っていかんと、まあ、あの特に阿蘇にはそういろんなところからね、あの観光にも来るし、まあ、一番のメインはやっぱりその綺麗な草原がもう阿蘇メインだけどね、見たら。だから山に行ってみると分かるようにね、あの牛が一番適当に放牧されとるところが牧場が綺麗、牛が草を食べて、こんな長い草が生えとったら見た目だけでもなんか格好が悪い。だから草はこれぐらいの長さでね、牛が食べてこれぐらいの長さにしとる時が草原は一番綺麗に見える。本当はあの牛を放牧しながらね、あのもちろん人間の手で管理する草原もいいけど、牛が食べてあの草丈が低くなった昔あった草原のイメージで、どこの牧場もそうなってた方がね、見やすいというか、あの今年から息子もやるようになったけんね、まあ、80頭というのは多い方だけど、まだまだ減ると思ったら、まだあの放牧できるところがいっぱいあるけどね、なんかあの増やしても過密にはならん、まだ足りないぐらい。我々が売ったのを今度は肥育農家がね買って、その赤牛は美味しかったよとかそういう言われるのは自分としてはやったことはないけど、だから繁殖だけでなく将来は肥育までして、その肉場届けて、言われたらなんか、もうちょっとなんかねやる気が出てくるというか、あの直接そういうこと聞きゃ、なんか、ただ牛飼いで市場に持って行っていくらで売ったというよりもなんか、牛養ったってよかったなって思いやせんかなって思うけどね。阿蘇の草原には俺だけの個人の赤牛の方が似合うわね、緑と赤は。